はい、どうもまつげと申します。今回フレセン企画の対戦相手はニトリテングさんです。この方はね、私的にねよくわかんない謎なんですよね。なんか謎に包まれてる、いろんなところに、ね、なんか神出鬼没みたいな感じの人ですねイメージ的に。私がすごい仲良くさせてもらってるファイツさんのお友達なんですけど、いちいちなんか発言がすごい私的にツボでめちゃくちゃ面白いんですよねこの人。ちょっと、ね、着信うるさいな。着信うるさい、すいません。とりあえずね、面白い人って一言言っときます。で、普段はダブルバトルをされてるんですよね。ただ、シングルの大会で私一緒になったんですよ。で、そこから仲良くさせてもらってて、だからシングルもなんか普通にできる方なんだと思います。はい。で、お相手のパーティーが、メガハガネール、ギガイアス、ミミッキュ、ミロカロス、ブーバーン、カプコケコですね。不思議なパーティー。メガハガネールね。メガハガネールと、ブーバーンは割と、ブーバーン特にね、珍しいですね。さあ、このパーティーでね、ミミッキュでトリックルームを張って、上の2匹で、攻撃をしてくるとかですね、ブーバンで攻撃をしてくるのかな、エレキフィールドとか使って、わかんないっすパッと見た時はわかんなかった。で、まあ私のパーティーはバチュール、コジョンド、ガブリアス、クレセリア、ヒードラム、カプーブルルっていうパーティーですね。バチュルが、前回はお休みしてたのがまた復活しましたが、出すかどうかは、出してたかどうかは覚えてない。てか、バチュルほとんどね、このフレセン企画の時、出せなかった記憶があるんですよね。じゃあね、早速対戦の方を見ていきましょう。どうぞ。はい、ではニトリテングさん対戦よろしくお願いします。お名前は社名名になってるんですね。東宝好きらしいですよ。私東宝なん、何の東宝って何みたいな感じなんでちょっとよく知らないんですけど、相手がとりあえずミミキューとギガイアスなんで、トリックルームの展開が怖いかな。一旦目守るを選択してるのはおそらくトリックルームを張りたいからだと思いました。なので私はミミッキューに攻撃集中してたはずやけど、どうかなですね。で、まあウッドハンマーでミミッキューを一撃で落とします。まあこれで一応トリックルームは防げたかなっていうところですね。で、砂ためが地味に痛いと。で、クレセリア浮遊なんでフィールドの効果は受けません。回復はできないです。後ろからヘビーボンバーはハガネールですね。ハガネールが、これがメガハガネールです。特性は何度もメガガブリアスと同じ砂の力ですね。残念、特性頑丈の方が使える特性じゃねえかって思ってしまう。でも特にやることなかったので、サイコショックを打ってますね。で、プルルは回復と攻撃が同時に切る技ウッドホーンを打ってます。この子の持ち物は突撃直帰ですね。結局ね、プルルはなんだかんだね、突撃直帰が強いんですよね。ここでメガハガネールの、ヘビーボンバーで落ちます。おそらくこの急所はほぼ意味ないやつだと思いますね。さすがにタイプ1で最高威力だよね、のヘビーボンバーは耐えないです。後ろからミロカロスが出てきましたね。ミロカロスは
ガブにとって天敵なんでちょっときつい。で、まあ残念、特製対決が出来上がり、この子エースですね、このガブは。まあ自信打ちます。ただね、メガハーネルやっぱめちゃくちゃ硬いんですよね。このミノカルスが毒を搭載してたので、クレセリアに毒が刺さると、厳しい。で、うちのクレセリアの持ち物はエスパーゼットです。まあ火力がね、なかなか足りないんで、で今回作ったパーティーの中でちょっとね、 Z 持たせるポケモンがいないなっていう感じがして、とりあえずクレセに持たせとくかみたいな感じで持たせた記憶がある。このヘビボンバーめっちゃ食らうんですよね、やっぱ強いな。今ここのフィールドでの回復は微妙なところですね。お相手からすると結構美味しいと思います。ブルルのフィールドって結局なんかいいところもあるし悪いところもありますよね。相手が浮いてるポケモンばっかりだったら結構いいのかもしれないけど、完全にだってね、相手回復して確定数これずれてますもんね、完全に。で回復されると、せっかく削った体力がどんどん回復していく。で、私のプレセリアがサイコショックでミロカラスを攻撃していく。で、このヘビーボンドはガブリアスに行きますね、もちろん。で、これでガブリアスが落ちますね。微妙だな。私は最後に誰を持ってきたかな。結構ね、最初は立ち回り的に悪くはないと思ったんですけどね。最後はヒードランですね。これが、結局ヒードランは地面に弱いんです。とにかく地面タイプの技は気をつけたいです。だからこそ最近、草 Z とかね持ってるヒードランがいたりとかするんですかね。草 Z なんて読めないでしょ、ヒードランの。読める？読めないよね。回復、どんどんメガハガネルが回復していく。きついなっていうか、きつかっただろうな、この時相当。で、ここで守るを打つ。両桃。両桃なんだ、それは。これ相手今までれも持ってるんですね。クレセリアが全然機能してないなあ。全然機能してないじゃんこの子。まあそれはネット打たれるよね。ギリ耐えたぞ。微妙なダメージですね。わかった。しかも巻き込んでんじゃん、ミロカロス。巻き込み自身か。それは読めなかったな。しかも半減にしたのに倒されるという。で、ここで毒のダメージの蓄積もあり、1戦目はイントリティングさんの勝ちになります。はい、対戦ありがとうございました。
はい、では2戦目見ていきましょう。ニトリテングさん、対戦よろしくお願いします。こちらはガブブルル、ガブブルル、どんな投げ方してんので、お相手先ほどと同じ投げ方ですね。この時の私は一体何を考えてこの投げ方をしたのか謎ですが、謎だな、なんだこれは。なんだろうね、この投げ方。自信だってね、弱くなるし。で、まあ、お相手さんがワイドガードを選択と。ワイドガードは、まあ、全体技を防ぐんですよね。で、守ると違って、何回、使っても、成功するんで。で、お相手にトリックルーム打たれますが、まあ、ギガイアスがね、次は一番早いんで。今のとこあれでしたね。ウッドハンマー打つべきだしたのね。ギガイアスって相当防御力高いのに、あんだけ入るってやばいですよね。で、ここのヘビーボンバーは読めたところだったのに、なぜか私は交代してないと。で、まあ、ウッドホーン打ちますね。これで化けの皮を剥がして、と思ったら、ゴーストゼットを撃たれてる。ミミッキュのゴーストゼットです。ダブルのミミッキュはほとんどゼットか、何なんだろうね。ゼットかな。シングルと違って、助けはあんまり見ない気がするぞ。どうなんだ？ここで、ブルルが倒されますね。きっちりと集中してるのが素晴らしいですよね。守ることも想定してのあれだったのかな。どうなんだろう。いや、そんなことないね。結局、ゴーストゼットじゃそれじゃ飛ばないし。後から剥がれるか。これはトリルカなので、ハガネルが一番早いです。で、このワイドガードっていうのが結局、味方が打った自信も防ぐことができるんですよ。なので、まあ言ってしまえば一石二鳥みたいな感じですね。相手の雪崩とか地震とかの攻撃も防げるし、その上自分の味方、まあ守られた状態で攻撃をすることができるので、ダブルではワイドガードは、すごく基本中の基本みたいなものですね。持ってるのがね、主にね、ギルガルドとね、ギガイアス持ってるな。確かにギガイアス、ギルガルドはほぼ持ってるかなっていつも私は考えます。やっぱ強い技ですよ。あとはね、プテラとかも覚えるし、今、手持ちいないか。コチョンドもね、一応、ファストガード、先制技防ぐファストガードと、両攻撃を防ぐワイドガードっていうのが、あるんだよっていうのは覚えてくださいね。で、あだこだ言ってるうちにヒドランが、ヒドランが、ハガネイルか。一瞬飛んだわ。ハガネイルを、倒してますね。なんで伊藤つくしなんだろう、名前。今、お相手さんも、ミロカロスだけなんですけど、この地面技、大地の力ですね、は、フィールドには影響されないそうなので、まあ、そもそもクレセリアが飛んでるので、フィールドの効果ないんですけど、
まあ、ここでもね、惜しむことなく Z を使っていきましょう。結構食らいましたね。ただ急所ですね。この試合めっちゃ急所出てる気がする。半回復機能多いな。で、ヒドランが持っていかれるんですけど、ここで時空が元に戻ります。で、後ろからメガガブリアスを投げます。でもガブは巻き込み自身をするわけにもいかないので、雪崩を選択ですね。小風搭載型か、ちょっとかなりあれですね、つらいかな。で、クレセはサイコショックを打ってますね。微妙にさっきから耐えられるな、こいつに。で、思ってたら砂ダメで落ちましたね。ああ、2戦目は運勝ちって感じもするけど、まあ、はい。対戦ありがとうございました。3戦目も続けて見ていきましょうかね。戦ですね。3戦目よろしくお願いします。これで勝った方が勝ちになりますのでね。投げ方は先ほどと同じくガブブルルという謎のコブ組み合わせですね。で、向こうは安定してますね。この並びを見るとね、なんかゲガイアスが大爆発をしてきそうで怖いですよね。お互いが一旦目からするっていうことはないとは思うんですけど。ガブリアスがメガ進化です。エアヘッドアームに一気に打ちますね。これはまあ化けの皮剥がすのもあったんですけど、ひるみも狙えるので、ひるみの効果も狙ってですね。 OKOK 無枠通りで、まあ、ウッドハンマーでユニットを無事に倒すと。これヘビフンバは、ブルルですね。で、ここでブルルが倒されると。相手がですね、1、2、3戦目と全部構築が変わってないので、で、まあ最後の引き私はコジョンズです。猫魂。あと、ひるめ、よし。最悪。申し訳ねえ、これ相手が両方ひるむとね、申し訳ないなっていう気持ちになる。ダブル勢の人はみんないい人だと思う。でね、こちらのは結構ね、気を抜くことができるんですよね。飛び膝蹴りはガルーラとかにね強いですし、ファストガード、ワイドガード両方ともあります。で、アイアンヘッドが入りますね。相手さんここへ出る数ですが、結構入りましたね。ただフランドが一番速い。メガガブとの S 関係はちょっとわかんないですね。出ないんで。最後が、お相手さんがメガフワネイルと。またもや、ここのね、残念特性対決が実現すると。で、まあ自己再生をされてたので、だいぶ回復しちゃいますね。で、まあこっちはもう流れしか打てないので。
巻き込んでも今回はいいことがない気がするんですよね。うん、やられましたね。まあ、ひるみね、何回も引いてるから申し訳ないなって思いながらプレイングしてたはず。うん、最後がヒートランですが、非常に相性が悪いです。相手とですね。まあ安定ですね。自己再生連打ですか。まあこの試合ミロカロスを失った時点で向こうは負けになるので、ほぼね、ほぼですよ、ほぼ。今ここで剣の前を積むと。で、ここの積なんですけど、あれなのかなと思ったんですよね。ヒドラに集中して攻撃してくるのかなってちょっと思ってたんで、確か守ら、まあ守るないんだけど、剣の前を積んだ感じだったと思われるが、で、ネットでガブリアスを無事の方がね、無事にっていうか、ちゃんと、処理して解放者が刺さると、いい火力ですね。やっぱりヒードランはね、使いやすいですよ。地面技さえ気をつけてれば、まあ、風船も出せてもいいし、シュカの実も出せてもいいし、まあ、シュカが出したくないと一番安定感もあるような気もするけど、ただジェットとかも面白いと思います。でもうこの対面がきつい。きついよね。ここが回復技もあるので、ちょっとね、厄介ですね。でここでね、砂も収まってしまうので、で、まあ自己再生安定ですね。相手を崩せない。ガレットだったら飛ばせたか。で、大地を打ったことにより速攻が上がり、そしてネットでジエンジ、はい、インズリテングさん対戦ありがとうございました。ニトリテングさん、今回は対戦本当にありがとうございました。出てこなかった気になるですね、ブーバーンのことを聞いてみましたところ、このブーバーンは火炎放射とか、あと10万ボルトか、ポケコとなんか組み合わせて使ったりとかするらしいです。それよりニックネームのニックネームの浜田に笑ったわ。確かに似てるよね。でもめっちゃ笑った、あれ。画像送られてきた時。ああ、浜田、なるほど、と思って。出てきて欲しかったですね、浜田には。で、まあ、残念対決は、ハガネイルの勝利になりましたね。残念特性対決か。残念特性対決は、ハガネイルの勝利と。まあね、もし次やることがあったら、メガガブリアスに勝ってもらいたいなと思います。なかなかミロカロスを得るとバチル出せないな、やっぱり。はい。で、次回の対戦相手なんですけど、マインドさんっていう方ですね。アイスレジェンドさんのラナキラリーグの本戦に出場されてたぐらいの実力を持ってる方なので、こちらもね、見ていただけるとすごく勉強になるんじゃないかなと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。では次回またお会いしましょう。バイバイ。